いやー、これは絶対普通に寝れますね。すげえ快適。どうもこんにちは。ようやくですね、ベッドが完成しました。一人用の時はこんな感じで使うようになってます。二人用の時はこんな感じで使うようになってます。前回はですね、こっち側のベッドを作ったんですが、こっち側よりもね、この前半分っていうのはサイズを変えてます。本当はですね、こっちと同じものを作りたかったんですが、同じに作っちゃうとですね、こんな感じで後部座席の右側、これとですね干渉してしまうので、ちょっと小さめに作る必要がありました。一人用で使う場合はですね、こんな感じで揃ってるんですけども、二人用で使う場合はこっち側をね、ちょっとずらす必要があります。この辺ぐらいまで多分ずれると思うんですけども、まあね、マットも引くんで特に問題はないんじゃないかなと今思ってるところです。若干ですね、こっち側の方が2センチぐらいかな、こう上がってるような状態なんですけれども、まあ多分寝てしまえばね、そんなに気にならないんじゃないかなという感じです。で、ちょっと一箇所ですね、この辺がね、間が空きすぎてるので、もしかしたらこの辺にね、もう一個板を這わせるかもしれないです。まあその辺は使ってみてからどうかなという感じなんですけどね。さあ、ということで、これはね、骨組みなので骨組みはできました。で、ここにですね、マットを敷いていこうかなと思います。で、今回ですね、ベッドを作ったのはいいんですが、車中泊用のマット、これをね、探してました。探していく中で、結構あるのがですね、自分で作っちゃうというパターン。自分でですね、ウレタンフォームなんかを買ってきて、カットしてカバーをつけるということをですね、いろんな方がやってるんですけれども、値段を調べてみると、このね、ウレタンフォームっていうのが結構高いんですよ。高くて、できればその固めのウレタンチップっていうのかな、ウレタンチップかなんかの上に薄いウレタンフォームを貼って、二重にするというのがね、一番寝やすいみたいなんですけども、ウレタンフォームをね、このベッド2つ分用意しようと思うと、ウレタンフォームだけで9000円ぐらいかかるのかな、9000円ぐらいかかるので、一人用を作ろうとしても4500円ぐらいかかると。で、それプラス今度はカバーを作らないといけないので、そこからまたさらに1000円ぐらいかかるという感じで、このマットレスだけで多分1万円ぐらいかかっちゃうんじゃないかなという感じでした。かといってですね、サイズがね、合うものがなかなか既製品ではないんですよ。今回僕が作ったのが、幅が60センチの85センチ85センチなんで、だいたい175から8とかそれぐらいのサイズなんですけど、なかなかね、そのサイズがないと。だいたいですね、長さを見てみると190センチとかそれぐらいのものが多いんじゃないかなと思います。で、今回調べてたらですね、結構希望通りなんじゃないかなっていうものがあったので、こちらを買ってみました。で、ゴロネマット、これはね、幅が60センチで長さが180センチあります。180センチあって、なおかつお値段がカバー付きで2980円と、しかも送料無料です。なのでこれは安いなと思って買ったんですが、ちなみにですね、厚さは4センチになってます。で、ちょっとね、嬉しい誤算としてこんなね、カバーも付いてたんで、まあちょっと収納とかするときに便利かなと思ってるとこなんですけども、一応ね、このゴロネマットのいいところとして、高反発ウレタンと低反発ウレタンの2層構造になってます。で、高反発ウレタンが確か3センチだったかな。で、低反発ウレタンが1センチと。まあね、手触りも悪くない感じで、このカバー、裏面にはちょっとね、滑り止めみたいなのがついてます。この60センチ×180センチ ×4 センチっていうのは、もう本当ね、僕の希望に近いようなサイズなので、まあちょっとね、一回敷いてみましょう。まあね、これね、長ければもう中身切っちゃおうと思ってたんですが、意外とちょうどいいかも。まだね、ちょっと丸まった癖がついてますが、ででんと、こんな感じでもうぴったりじゃないかな。もうね、こっち側も測ったかのようにぴったりですね。うん、思った以上にぴったりだ。はい、こんな感じでですね、ベッドができました。寝転がってみた感想としては、もう全然本当にこれで寝れるなって感じですね。もうね、厚さ4センチっていうのはどうなのかなと思ってたんですが、まあもうちょっと厚い方がいいのかなとかですね、思ってたんですが、まあ全然何の問題もないですね。もう普通にこのまま寝れるような感じです。これね、作るにあたって完璧に一発勝負なので、サイズが本当にこれでいいのかとか、
あと強度は問題ないのかとか、あとこのマットは大丈夫かとかですね、月水金で僕は動画をアップしてるんでそれに間に合うのかとかですね、まあ、いろんなね不安と戦いながらの作業だったんですが、まあ、無事作れてほっとしました。で今回ねベッドを作り終わってからやっぱりこのマットをね探すのにすごく手間取りました。このサイズ感だったり自分で作った方がいいのかそれとも買った方が安いのかとか、で僕の結論としてはですね買った方が全然安いという結論に達したので今回これを買いましたが、いやー本当にいい買い物だった。ちょっとねせっかくなんでゴロンと横になって寝てみましょうか。いやーこれは絶対普通に寝れますね。すげえ快適。いやでもだいぶのんびりできるからいいですね、やっぱり車の中っていうのは。でこのチャンネルのですね車中泊仕様にするまでの動画、最初からご覧いただいている方はよくわかると思うんですが、これね天井が木張りになってます。これ、ね、横になった時にね木が見えるっていうのはなんか落ち着いていいですね。でせっかくなのでちょっとね子供もね横にならしてみようと思います。ほらベッドに横になってください。どうですか、気持ちいい。じゃあ今度ねここでゴロンしたい。じゃ今度ゴロンしてからどっか泊まりに行こうか、うん、ね。さあそんな感じで、ベッドができました。ベッドができたので今度はね次こそこの横の処理なのかな、それからカーテンという感じで進んでいくようになるかなと思ってますが、まだですね全然完成ではないので、また、車の DIY この辺のね動画を出していきたいなと思います。ぜひまた見てみてください。それでは。